ナッサウ家、ナッサウ家は、ドイツ西部のライン地方を発祥とした、ヨーロッパの貴族、君主の家系。一代限りながら神聖ローマ帝国の君主、ローマをも出した家系で、現在のオランダ王家である、オラニエイコールナッサウ家、ルクセンブルク対抗家である、ナッサウイコールバイルブルク家は共に、同家の流れを組んでいる。 ライン川中流のナッサウに城を構えた、ナッサウ博がその起こりであり、12世紀終わり頃に、初代ナッサウ博となったバルラム一世を卒とする。バルラム一世の孫のバルラム二世と夫一世、以降、ナッサウ家は、バルラム家、夫家の二つの系統に分かれる。ルードイコールハインリヒ・アルノルト一世、ハインリヒ一世、ループレヒト三世。 バルラム一世、ハインリヒ二世、バルラム二世、オットー一世。バルラム二世の子アドルフは、1292年に、ローマ王に選出されたが一代限りに終わり、以後、アドルフの家系は、ドイツの小貴族として続いた。アドルフの孫ヨハン一世は1355年に、バイルブルク博となったため、この家系は、ナッサウイコールバイルブルク家と呼ばれる。1806年に、 ナッサウ公国が成立し、ドイツ連邦時代までナッサウイコールバイルブルク家のフリードリヒアウグスト、ビルヘルム、アドルフの三代のナッサウ公が治めた。広島戦争でオーストリア法についたため、1866年にナッサウ公国はプロイセン王国に並行され、ヘッセンイコールナッサウ州となって姿を消した。しかし1890年、アドルフは ルクセンブルク大公に迎えられ、以後その子孫が大公家として続いている。なお、シャルロットは仮名を、リュクサンブール、ルクセンブルク家と解消。またシャルロットが、ブルボンイコールパルマ家のフェリックスを夫に迎えたことにより、現在のルクセンブルク大公家は、パルムイコールリュクサンブール家、ブルボンイコールパルマ家の文家にあたるであるが、ナッサウイイコールバイルブルク家の名称は現在でも、用いられる。 バルラム二世、アドルフ・ループレヒト六世、ゲルラフ・ハイセ世、ゲルラフ・ハイ世、ヨハン一世、フィリップ一世、フィリップ二世、ヨハン三世、ルート・ビヒ一世、ヨハン二世、ヨハン・エルンスト、カール・アウグスト、カール・クリスティアン、フリードリヒ・ビルヘルム・ビルヘルム。ビルヘルム・アドルフ、アドルフ、ウィリム・マリー・アデレード・シャルロット・ジャン・アンリ、ギオーム、夫一世の子孫は14世紀から15世紀に、 かけて、主に婚姻によって、ネーテルラントに領地を増やし、ブレダに居城を構えて、拠点とした。オットー系ナッサウ家は、ウルゴーニュコに仕えて、勢力を伸ばし、ネーテルラントで随一と呼ばれる名門となった。16世紀初めには、ヘンドリック三世、ファンナッサウイコールブレダが、ウルゴーニュコをやるる。後の神聖ローマ皇帝カール五世から、コラント州、ゼイラント州、 ユトレヒト州の総督に任命されている。ヘンドリック三世と弟のナッサウイコール・ディレンブルク、ハク・ビルヘルムはそれぞれ、ネーデルラントを含むラインサガンの領地とナッサウケ伝来のラインウガンの領地を相続していた。ヘンドリック三世の息子コルネド・シャロンは、父の医療に加えて、母方のおじから南フランスのオランジ公領も相続していたが、1544年に、戦死した。 ルネに後継ぎがいなかったため、ビルヘルム一世の長男ウィレムは、重慶、ルネの残したネーデルラントの所領とオランジ公領とを11歳で相続する。以後、ウィレムはオランニエ公ウィレム一世を称し、オランニエはオランジのオランダ語名、その家系はオランニエイコールナッサウケと呼ばれる。ナッサウケの勢力拡大を嫌った皇帝カール五世の移行により、 ナッサウイイコール・ディレンブルク博の称号と所領は、父から、ウィレムの弟ヨハン六世に相続された。ウィレム一世は八十年戦争において、中心的指導者となり、ネーデルラント連邦共和国となる北部、ネーデルラント各州の議会から総督に任じられたが、弟ヨハンもまた兄に従い、一州の総督となっている。以後、オラニエイコールナッサウ家と分家であるヨハンの家系、 ナッサウイッコールディーツケは、オランダ各州の総督をほとんど接種した。その他の主な分家として、ナッサウイッコールジーゲン家、ヨハン六世の次男ヨハン七世の家系、ナッサウイッコールグリムハイゼン家、ウィレム一世の諸子ユスティヌスファンナッサウの家系などがある。ウィレム一世の彦で、オランダ総督と、イングランド王、スコットランド王を兼ねた、ウィレム三世。 ウィリアム三世が後継者なくして死去すると、ヨハン六世のヤシャ語で、オラニエイコールナッサウケの血も引きナッサウイコール、ディーツケのヨハンウィレム・フリーゾが、オラニエコーを継承した。以後オラニエイコールナッサウケは現在まで、ヨハンウィレム・フリーゾの子孫によって続いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。